中国海警局船、日本漁船を追いかけ回し、領海侵入、尖閣諸島で。本日午前2時55分ごろ、中国海警局の船2隻が、尖閣諸島の日本の領海に侵入し、日本漁船を追いかけ回していることが明らかになりました。こちら、日本漁船の動きに合わせて、領海に侵入したと、海上保安庁は発表しておりますが、 自民党の佐藤正久議員によれば、中国側の船は4000トン級と3000トン級であり、一方、追いかけ回されている日本漁船は9.7トンとされており、海上保安庁の巡視船が日本漁船を警護しておりますが、こういった日本漁船の動き、相変わらず中国側に漏れてしまっている模様です。 また現在中国政府が中国海警船の武力行使を可能にする法案の審議を開始しており、今後尖閣諸島で武力衝突が発生する恐れが高まってしまっております。また中国側は尖閣諸島の日本漁船について陰謀論を垂れ流し自民党のある議員を攻撃し始めておりますが、 日本政府にはこういった中国側の動きに対して、まずは日本漁船の動きが中国に漏れないように速やかに対策を講じていただき、また中国側が日本国内で行っている世論操作についても徹底的に対抗していただくようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。